写真はなんかね、うん、そういうとこ面白いなと思うんだよね、はい、なるほど。あのその50年は何だったのかなと思うと、うん、よく分かんないですけどね。あの50年前が一気に蘇ってきちゃうんですね、僕は見直してね、うんうん、それで、ああこの時このおばあさんに声かけられたとかね、なんかもらったなとかいろんなことが、うん、で沖ノ島っていうのはなんかいい印象があるんですね。だいたいあの木下さんが人間がえらい素朴で善良な人でいいですからね、世知辛い東京にいると、ああこういう優しい人間いるんだなというのをよく感じたりして、なんか うまく活かせたいなと思ってますね。ああ、そうですね、今ね、はい、やっぱり今もその50年前の沖ノ島の写真見てて、意外と家並みとかそういうのあんまり変わってないんですよね、はいはい、沖のだもともと沖ノ島は豊かでいい家並みとかそういうんだから丈夫で長持ちしてるっていうことかなという気がするんだが、やっぱり何かが物足んなくなってるような、なんか昔いた小さい子たちがこう目がキラキラっとしたようなね、そういうのを考えると今はちょっとそういうこう人が生きてくこうキラキラっと輝くような何かっていうのが、あのこう少なくなってんのかなという、なるほど、ちょっといろいろ考えることを感じることはありますね。だからそれはやっぱり僕があの撮りたいものはみんなの生活であって、うん、生活の場を撮ったからそういうことが今見直すと見えてくるのかなという気もしますけどね、うんうんうん、だから歴史的な民族学的なものとかそういう価値は僕の写真にはほぼないけども、やっぱりそう生活、みんなの生活がどうだったのかっていうことを考えるきっかけは作れるような気はするんですね、はい